スクロベーニ礼拝堂スクロベーニ礼拝堂は、イタリアのパドワにある礼拝堂。エンリコデッリスクロベーニが購入し、礼拝堂を建てた場所が古代ローマの競技場であるアンフィテアトルム跡に隣接していることから、アレーナ礼拝堂とも呼ばれる。1305年に完成したジョットディ・ボンドーネが描いた西洋美術史上最も重要な作品である一連のフレスコ絵画で知られる。 礼拝堂は受胎告知と聖母マリアの慈愛に捧げられており、ジョットのフレスコ画は聖母マリアの生涯を描き、人類の救済におけるマリアの果たす役割を祝福するものになっている。スクロベイに礼拝堂が建てられた場所は、それまでおよそ30年間にわたって行列儀頭式が行われ、受胎告知を題材とした演劇が上演されてきた場所だった。 イタリア人音楽理論家、マルケット・ダ・パドバの手による、モテも1305年5月25日に、封建されたと考えられている。最後の審判に描かれた、エンリコ・デッリ・ディスクロベーニの肖像画スクロベーニ、礼拝堂は、氷菓子で財産を築いた、一族出身のエンリコ・デッリ・ディスクロベーニが、パトロンとなって創設された。当時、過剰に利子を取る、氷菓子は、 キリスト教の秘跡を受けられなくなるほどの重大な罪とされ、初期の銀行業者は自分の商売のゆえの魂の地獄落ちについて気にかけていた。エンリコが資材を投じて礼拝堂を建設したのは父親の罪と自身の免罪とを意図したものだったと指摘されている。エンリコの父レジナルド・デ・リスクロベーには新曲の中でダンテが出会う氷菓子として書かれる人物である。 近年の研究ではエンリコも氷菓子であり、食材のために礼拝堂を建設したとも言われている。エンリコの墓は礼拝堂の後陣にあり、肖像画が最後の審判で礼拝堂をマリアに祈り捧げている人物として描かれている。スクロベイニ礼拝堂内部スクロベイニ礼拝堂は、表向きはスクロベイニ一族のための小礼拝堂だったが、 受胎告知の祝祭に関する公的役割の機能も持った施設だった。幼児虐殺ジョットが描いたフレスコ画は別として、スクロベに礼拝堂には装飾がほとんどなく、炎天井が採用されている程度である。最後の審判は礼拝堂入り口上部の壁一面にあり、戦術のマリアに祈りを捧げるエンリコの肖像画もここに描かれている。四面すべての壁に、 上中下の三段に分割されたフレスコ壁画と2メートル四方の装飾画がそれぞれ描かれている。ジョットは各絵画の間には人工的な彩色大理石と小さなくぼみを排して場面を分割している。一連のフラスコ画が表現する聖母、マリアの生涯は祭壇に面した壁の右上から始まっており、マリアの母アンナへの自体告知やエルサレム神殿への マリア奉劇が描かれている。その後、キリスト生誕、ヘロデ王による幼児虐殺、キリスト受難、キリスト復活、精霊降臨などへと物語が流れていく。ユダの接吻部分礼拝堂壁面に描かれた一連の絵画は感情表現、立体的な人物像、自然な空間描写で特筆すべきものになっており、ローラプザ、キリストを処刑に追いやる、裏切りの 第一歩となったユダの切符で描写されているユダの肖像である。スクロベニイに礼拝堂のフレスコ画に描かれているのはキリストの生涯と聖母マリアの生涯である。中でも受胎告知の場面が内陣アーチの中央部分を占め最重要な絵画になっている。ありがとうございます。